こんにちは。こんにちは。今回は福岡県粕屋郡志免町にある建材屋の菊野さんから応援物資をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらのフローリング6ケースと、そしてポリカナミイカっていうんですかね、うん、波状の板ですが一束いただきました。これはでもあれだな、納屋に使うにはもったいないね。ちょっとそうですね、うん、何じゃ使うの？母屋。え？母屋取り壊さないんですか？すごい。母屋はまたね、考え中なんだけど今いろいろ考えてて、うわ、そっちの方で使おう。やった、立派なものができそうですね。ねえ、これありがたいね、これは何に使う？屋根。トタン？何？トタンじゃポリ…まあ何だろうな、壁でも屋根でも何でも壁とか、うん、壁とかに使ってるイメージが多いですね。こういうの。でもお風呂も屋根とかやね。ああ、そうか。ああ、いいですね。使う必要ないもんね。うん、これとこれとね。じゃあその時まで楽しみにしていましょう。はい。本当にありがとうございました。ありがとうございました。だいぶ乾いたんじゃないですか。あ、いいね、よかった。まだ濡れてるか、うん、でもだいぶマシだよ。こちゃん、それならこっちの土の方が良さそうじゃない？とりあえずそっちやります。石とかすごいけど、まあ使えそうですか？使えそう、いけるでしょう、これなら結構良さそうですね、うん、こっちからも崩れてる。これでやるか。はい、ほぐさないとこれダメでしょ。よし、ちょっと大きい石じゃない塊が多いね。多いですね。これ厄介だよね、粘土もあそこら辺がいいよね。上に巻いてさ、ええ、もうカメラの手前とかでも横とかでもいいよ。よいしょ。抜かなくても塞げそうじゃない？やったね。そうですね、50回で意外と、うん、まだまだやんなきゃいけないですけど。参戦。いや、助かるけど血が2倍だな。さあ、とげー。あー、もうそっちの方に、捨てるとき捨てちゃっていいから。いらない土こっちにね、ここを休憩所にするから、こっちに巻いてっちゃっていいから。このくらいの量なら2枚大丈夫そうだ。うん、疲れちゃうよ。でもそういける？うん、多分1回入れてみる。うん、このくらいの量なら大丈夫。だって前でっかいスコップでやってなかった？いや、あん、うん、スキンもちっちゃいやつだよ。力がついたのかな。じゃあ、うん、かもしんない。あ
ラグよし、キョちゃん交代だ50回以上やってる気がするわ。でもいい、全然疲れない。よかったよかった。山の仕事は先生が疲れるか疲れないかの問題だから2人でいるとあれでしょ、先生がもうやめようって言ったらキョちゃんそれ乗っちゃうから。そうだよ。いやってならない。あ、いやでも意外ともうちょっとやるって言うよ。それでも早く終わっちゃう気がする。まあそれでもちょっとしかやらないから、うん、あとタバコ、タバコ誘われたらタバコ吸う。そっちから植えてってみるか、集めて、うん、できたの混ぜて、はい、こっちは炭混ぜる、あっちにやって混ぜちゃう。なるほどね、うん、よし。めっちゃ奥まで行っちゃってる。ああ、もったいない、もったいない。わあ、気持ちいい。これ引いただけただけで超気持ちいいよ。だいぶ深くなりましたね。深い、うん、だいぶ深いよ。大根ってどのくらいでできんの？40日から60日って書いてあって、ね、あ、そ、意外と早いんだ、うん、たくさん出てるの、大根。よし、やべ、足らないじゃん、全然全然足らないですか。まあ、とりあえずそれで植えてみて。ああ、これトマトの苗って書いてあるよ。これ枝豆だぞ、キョウちゃん。あの、ケース変えるだけなんだ。あ、そうなんだ。確かにそうだ。大根がもともと種だったんだけど、それに植えて、あ、ある程度育てて、ここら辺かな。うん、もうここでいいんじゃない。来週やるしかないね。とりあえずやっぱシャカシャカ要因足すか。そうだね。ね。美味しく育つといいね。前髪切った。かわいいね。似合う。似合う。前、本当は晩練にしようかと思ったけど、あ、なんか言ってる。何？よし、姉さん水まいて。晩練なんか似合わなそうって言われてやる。大人顔だからいいんだよ。でも性格が子供だから髪可愛く以上伸びないから大丈夫？見本ってされた。やべえ、カメラ間に合わなかった、こっち。届く？届いてる？届いてる。ギリギリ。どのくらいあげればいいのかしら。たくさんあげよう。結構でももう湿ってて、ね、届いてないぞ、届いてないぞ。当たった。めっちゃびちゃびちゃにされてる。よし、姉さん、あとこっちも。はい、育ってくれるといいね。真ん中の方が新しい葉っぱ生えてるからね、生き返ってくれればいいんだ。したらいいのかな。コメントお願いします。網が邪魔してるから入ってるのかな。これもある意味ハンディになるの。
白くないカレーじゃないシチューできた。グレーカレー。カレーになってるよ。カレーじゃない グレーカレー。やばいな、ひろふちゃんいないからちょっと騙せないじゃん。自分のバカなところ。やべえ。ほんと広瀬ちゃんに隠れてたんだけどな、いないとバレちゃう。この映像使わないでください。あ、料理してるところは一応グレーカレー。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それではまた。